前の働きで城を奪えるだけの兵が集まった。後ほどユナにお会いください。褒美の支度は済ませてある。本土からの遠兵が直島に着く。だがその前に早馬が届いてな。石膏がハーンの下地を手に入れた。竜像に当てたものだ。菅笠衆が我が陣に攻め入るようだ。竜像は今どこに？この近く高野山。お前が行かずともよいのだぞ。かつての友です。私が切らねば。では任せよ。こちらは戦支度を済ませておく。ユナも来るやもしれぬな。何かご入り用でしょうか。戦でお使いください。また頼むぞ。ご自愛ください。全部は無理だからね。何を置いてきゃいい？いろんなもんだよ。行くのか？志村様のおかげさ。明日の夜明けには船を出せる。今一度力を借りたい。竜像が高野山砦に潜んでおる。無理だ。悪く思わないで。こればっかりは頼みを聞けない。腹を空かせたまま必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。棒には触れない。急に立たずとも竜像を撃ってから出立すればよかろう。これはあんたの戦だろ。巻き込むな。私はタカと新しい地で生きていかなくちゃ。ならば止めまい。面倒をかけたな。礼を言う。安らげるよう願う。あんたも酒井様。ユナの言うことを聞き励むのだぞ。では、お達者で。夜影に紛れて、一人で撃つさ。
高野山砦、裏切り者の住処。砦を探るか。サボっておる。酒井様、お待ちを。しっ、見つかるぞ。お一人では無謀です。姉さんが行かないならせめて俺が。これは戦なのだぞ。共に立ち上がり島を守ろうと誓ったではありませんか。でしょう、クロード様。モーコとは戦わせぬぞ。もし何かあれば。ならば敵の目を引きます。幾人か連れれば戦いやすいでしょう。わかった。ただし追われたら直ちに本陣に逃げ込め。決してしくじりません。ではそろそろ行くぞ。こっちだ。ついてこい、汚い野良犬ども。志村様に所在を告げてやる。お侍が押し寄せてくるぞ。みんな一文なしで。ホットンハン、マンドコアン、レシグノーチ。よくやった。無事に陣まで戻れ。龍蔵はおらぬ。おそらく門の向こうか。シンハルを。Hindman! Dasha! Dasha!
そう。ずかな。내게 뭐 있어? 待ってたんだぜ。なぜ来たか分かるな。ああ、居所はあえて漏らしたからな。ハーンと会ってくれ。聞く耳は持たん。よくも裏切ったな。島を守りたくないのか。切り合う意味なんてないんだぞ。いや、龍蔵、意味はある。酒井様、目を開けてください。タカ、なぜだ。あまりに遅いので何かあったかと思い助けに来たんですが、見つかって。まずい、逃げなければ。ここで死ぬんでしょうか。諦めてはならん、縄をほどけ。少しでも緩まれば。馬の父の酒だ。我が相場のな。
昨日足を折ったゆえ兵に食わせてやった。情けより実を取る。我らは似ていると思わんか。俺は武士だ。いや、一介の武士ではなかろう。クロウドだ。下るよう民を説き伏せろ。さすれば兵を引く。己に従う気はない。その言葉志村からも来た。戦が終わるというのに。もうこの区別にはならぬ。誉れ高き一族の中で日陰の身となる辛さよくわかる。英雄となるべき我らがその機会すら得られぬ。クロードは英雄だ。聞いたか。民は己に従う。なぜ救ってやらんのだ。同士討ちをさせる気か。竜像のように。だが無駄だ。さすがはクロウド。こやつの身は案じておらぬか。殺せ。逃がしてやる。選ばせてやる。今度は過つなよ。慎重に勝負。ハンと竜像を見かけた。タカはどこ？いるんだろう。
あんたを追うって文があったんだ。どこなの？なんで？嘘だ！タカ！ユナ、待て！タカ！なんで言ってしまったのだ？私に黙って！憧れてたからだ。どうしてついていかせた？戻るよう言ったが、どうしてもと聞かず。この子らしい。置いてけない。中は終わりだ。あとは龍蔵を殺してやる。ハーモン、今は次に備えよう。タカを埋めなくちゃ。手伝おう。タカを巻き込む気はなかった。すまぬ。いい暮らしをさせてやるって誓ったのに。悪いのは私、あんたじゃない。違う。ハーンや龍蔵、島を奪った猛虎のせいだ。生かしてはおけぬ。
タカの仇を討つぞ。島を出る理由はもうない。行くあてもやることも。だから残る。戦うよ。まずは本陣に戻りしばし休め。後で会おう。タカの最後どうだった？モノノフであったぞ。いかにも、小笠田宗と申す。本土の御家人です。よくぞ対馬まで。火急の時ゆえに、下文が届くとすぐに我らは出立を命じられました。志村殿から話は聞きましたぞ。この戦に加わり、藩を討ち、蒙古に奪われた城を取り返せばよいのですな。さようです。恐れながら、人に会わねばなりません。南の門でお待ちしましょう。その後、志村殿のところへ。うちの道具を見ていってください。お役に立ててください。すげが差し埋め、俺たちを裏切りやがって。なんで出がやったんだ。根っからの浪人だからさ。いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。タカにはすまないことをした。クロードのこと、あの子もヤリカワも信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。釘を打ち込め。しっかり打ち込め。よく働いておるな。誰も怠けてないか。あっしがしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。アザモウラの時にも使えたらよかったな。あっしの荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。タカのことをユナから聞きました。足なんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。なら足も精を出さなきゃね。酒井様。ノリオ、新参の稽古中か。稽古ではなく心の整え方を教えていました。武士も槍川の戦士も戦の前に心を静めた方がいいかと思いまして。そうすれば世の無常もはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。
助かったぞ。御仏のご加護がありますように。ご遠慮なくご覧ください。酒井、戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。いずれも武勇に優れた精鋭だが、弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは？申し分ない。腕はないが、肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。蒙古どもを船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。ジン、戻っておったのだな。百姓たちを苦しめてはおりませんか。さすが槍川、この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。あなたには及ぶまい。当然だろう。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。こうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ。答えねばなりませんね。私も励まねば。もう子供に壊されてしまった。あれは見事だったな。おじとおいが隣り合って戦ってよ。大勢の門が城を守る。酒井殿。小賀殿、叔父上の所在は？丘の上でお待ちだ。道中小賀家の者でお守りして進ぜよ。痛み入ります。ハーンを待たせる気はありません。さようか。走れ、かけ。お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですな。クロードと武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た今こそ、そうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、おいご殿がお着きです。陣、上におる。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか。捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みも、そなたが耐えた苦しみも、ハーンに償わせてくれよ。ジン、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁には、そなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、
明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく、組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、ゆえに手ごわく、恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。ハーンを討ち取りましょう、共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、蒙古どもを対馬から打ち払う。志村殿に続け。進め。Come on.
ザー敵あるやもしれん。血を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。どうしよう、どうしよう。あの櫓、このままでは進めない。お前が策を出れ、あの兵器を壊すのは武士らしく。わしはここにとどまり矢面に立つ。私も行くよ。離れるな。おのおのとどまれ。行け酒井、ヒヤリを奪え。
敗走を許すなど何か妙です。行かせた。あれじゃ犬尻だ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったので。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。